行かないことは結構多々あるんですね。それで今日もおそらく音だけ聞いてたので皆さん聞こえてたと思うんですけども、福ちゃんがですねもうバックグラウンドで暴れまくっておりましたのでね、本番をちょっと押してのスタートになりました。はい、中野さん、はい、ミキさん何言ってるんですか、笑わせないでくださいと。レッサー中野ってレスラーみたい。はい、私は、中野さん、中野浩一さんって私のお友達なんですけども、去年ね、ソーシャルストリームで、書き込みをしてくださって、Facebook でお友達になっていただいて、リアルのお友達もあるんですけども、すごく嬉しかったのはね、私が中野さんに初めてお会いした時に、日本に行ってた時にですね、皆さんでご飯を食べましょうという機会があったんですね。でその時まだ日本はユーストリームがそんなにまだ出始めで、あんまりやってる方がそんなに多くなかった時期だったんですけども、それで、お食事会の会場から、こんなちっちゃいパソコンを持って行って、生中継をしたんですね。でそれがすごく楽しかったということで、その後中野さんはもうすごくユーストリームのことをお勉強なさって、今ではもう私の方が中野さんにいろいろユーストリームの方をお尋ねするぐらい専門知識を蓄えていらっしゃる方なんですね。それで中野さんは、年末にですね私がお願いして、私のこのソーシャルメディア TV の方にゲストでお越しいただいたんですけれども、やっぱりなんだろうな、好きなことってすごく夢中になれるし、で好きだからこそなんかすごく何時間もいろんなことを勉強したりとか、調べたりするっていうのもなんか全然苦じゃなかったりとかして、それでユーストリームってやりだしてくると毎日毎日新しい発見があるんですよね。もうちょっとこのアングルをこうした方が良かっただったりとか、あとは新しい機能を発見したりだったりとか、ユーストリームのプラットフォームっていうのもどんどんやっぱりアップデートされているのでね、自分が気がつかないうちに新しいボタンとかできてたりとかするんですよね。でそんなものを試してみたりとかして、なんか夢中になっちゃうんですよね。それで、大人になってからもなんか子供みたいになんか夢中になっちゃうっていうのが、私は結局はそれが仕事になってしまっているんですけども、今年の、やっぱり目標は、中野さんが本当にもう去年半年ぐらいの間にもう本当にプロ顔負けの配信をなさるようになって、それで特別な色味を見せて配信することができるような機材だったりとかもたくさん揃えてらっしゃるとかして、すごくいい刺激になりますね。それで私がそもそもソーシャルメディアを仕事して3年半ぐらいになるんですけども、今ぐらいになって皆さんが結構言ってくださるのは、なんかこうユーストリームをキョムさんのやってるユーストリームを見て自分もやってみたかったとかですね、あと今実際にもお仕事とかにユーストリームとかソーシャルメディアを活用してるっていうお話なんかメールとかでいただいたりとかするんですね。なんかそれを聞くとすごくやっぱり嬉しくなりますね。それで、去年は、震災の後から個人的になんかいろいろなことが世の中起こっていて、で、私もちょっとスローダウンしなくてはならないようなことが起こったりとかしたんですね。それでそんな時にはですね、もう中途半端にやらないで一度もうソーシャルメディアから2ヶ月ぐらいボーンと離れてしまったんですね。それで2ヶ月ぐらいFacebook にも行かなかったし、それからユーストリームももちろん配信しなかったし、2ヶ月ぐらい本当に家族の方に向き合っていた時に、なんていうのかな、毎日毎日やり続けることがすごく大切だったって思ったんだけれども、ある意味あまりやりすぎていくとなんかね、自分の中でね、行き詰まっちゃうところがあるんですね。行き詰まるってちょっと言葉が正しくないのかもしれないんだけれども、なんとなくちょっとなんか、毎日のことなんで、なんていうのかな、マンネリ化してきちゃうんですよね。それで、自分の意思ではなく2ヶ月ぐらい急にお休みすることになった時に、いろんなことをなんか振り返るんですよね。あの時もうちょっとこうしてればよかっただったりとか、あの時のセミナーでもうちょっとこういうアプローチをしとけばよかったとか、いろいろ振り返るわけですよ。でそれは後悔とかそういうんじゃなくて、もう一回なんかこう反芻するみたいな感じなんですよね。それで自分が今までやってきたことっていうのをもう一回ゆっくりとした時間の中で考え直すと、全然違ったアイデアっていうのが浮かんでくるんですね。それで私がお休みしてた時に、浮かんだアイデアっていうのが一つあるんですけども、今年の一番の目標はですね、電子出版をしようと思っています。でこれは何かというと、
ソーシャルメディアを仕事にしてずっと自分でなかったらダメだっていうスタイルを仕事してきたんですね。それどういうことかっていうと、あの個人コンサルだったりとか、それからこのユーストリームの番組もそうですけども、自分がスイッチを入れて自分がやらないとダメだっていうような状況の仕事のスタイルだったんですね。でそうではなくて、今やってる作業っていうのは去年の10月ぐらいに復帰してずっとやってる作業っていうのはですね、まあ、動画を作るわけですよね。いろいろな教材のビデオみたいなのを作るわけですね。でそれを、まあ、自分のライブラリーみたいのに貯めておくわけです。でソーシャルメディアってやっぱりすごくスピードが速いから、どんどんアップデートはしていかなくてはならないんだけれども、ある一定のそのベースを作るわけですね。まあ一つの目標で100個ぐらいなんですけども、でそれに今度は、動画だけではなくて、その動画を解説した、まあ、簡単な PDF のファイルですよね。それからそれとは別に今度自分の、まあ、語りというかですね、ナレーションとかを入れた、音のファイルですね。そういうのを、作るわけです。一本パッケージとして、それでそれは、まあ、サーバーの方に置いておくんですけども、それを、1個の、まあ、CD に焼いてですね、ファイルにして、で音とそれから動画とそれから PDF のファイルっていう感じで一つのパッケージにしてですね、今度販売しようと思っています。それで、まあそうですね、それのメリットというのは、あの私の体はやっぱり一つですよね。だから一対一のコンサルするときっていうのは、あのやっぱり自分一人で1時間やっていかなきゃいけないんですけども、そうじゃなくて、あの自分の分身みたいにそういう、パッケージがあると、その中でまずちょっと予習をしておいていただいて、わからないところとかをこう見ておいていただいて、それで実際にあの一対一のコンサルになった時にね、うん、あのピンポイントでわからないところをじっくり1時間あのセッションできるんじゃないかなっていうふうに思っています。そんな感じで私の今年のですね、まず一番最初の大きな目標っていうのは、もう半分ぐらいできてるんですけども、電子出版をね、しようと思っています。はい、それでは皆様からの書き込みをご紹介していきたいと思います。福ちゃんの尻尾の影が可愛いねと、あ、福ちゃん出てきましたね。え、福ちゃん今ちょっと隠れちゃってるんですよね。はい、それからミキさん、可愛いということでね、はい、ちょっとですね、あの今福ちゃんの本物を探してきますので、ちょっと画面を切り替えていきたいと思います。ちょっとね、あの福ちゃんのご機嫌を見つつなんでね、あんまりしつこくすると福ちゃんに私も嫌われてしまいますのでね、あんまりしつこくはできないんですけれども、ちょっと福ちゃんの分身っていうのを作りましたので、ちょっと福ちゃんの分身に代わってね、出てってもらおうと思います。はい、じゃあこちらで、はい、皆さんには少々お待ちいただきたいと思います。あ、消えちゃいましたね。はい、これをスティールイメージして、福ちゃん、福ちゃん、福ちゃん、これかわいいでしょ。これもね、面白い仕組みなんですけどね、ホットファニアっていうんですけどもね、はい、これで、はい、じゃちょっと福ちゃんを探しに行ってきますよ。皆さん少々お待ちくださいね。ふーちゃん、ふーちゃんどこ、あ、ここにいるのね、ふーちゃん。ちょっとふーちゃん、ちょっとだけ出てきてくれる？ごめんね、寝てるのに。そこね、気に入っちゃったね、ふーちゃんね。ちょっとだけ、今日ね、ほんの少しだけね、皆さんにご挨拶してくださいね。はい、はい、ふーちゃん、いい感じで。はい、じゃふーちゃんのボールにどうぞ。はい、皆様、はじめまして、ふくです。はい、あの、オーストラリアっていうのはですね、あの、動物の保護施設がありましてですね、まあ、お家の亡くなった猫ちゃんとかですね、そういう猫ちゃんの保護施設がうちの近くにあるんですけども、そちらの方からですねやってきました猫ちゃんで、生後3ヶ月の時にうちにやってきたんですけども、まあ、猫インフルを患ってましてですね、赤ちゃんの頃にちょっとこう命の危険があったんですけど、今ではご覧のように大きくなりましてですね、あの我が家の一員になりました。はい、ということで福ちゃんなんですけども、あのこれからあのソーシャルメディア TV ではですね、福ちゃんのご機嫌が良ければこの福ちゃん特設席っていうのをですね、用意して福ちゃんにも出てきてほしいなと思います。抱っこは苦手なんですけども、こういうあのボールの中ですとですね、ご機嫌がいいとこんな風に座っててくれます。あー、よかった、今日はようやく福ちゃんのお披露目ができましたね。はい、ということで最後に皆様からの書き込みをご紹介してお別れしていきたいと思います。
はい、どこまでご紹介したかな。はい、この辺りまで来ました。はい、この辺りまで来ましたね。はい、名古屋の東さん、今日の PNP はどういうシステム構成ですかと。はい、今日はですね、メニカムっていうソフトをかぶせていつものように使ってるんですけども、メニカムの中に、こういう PNP のボタンがあるんですね。それで、私はウェブカメラを使ってやってるんですけど、ちょっと福ちゃんが寝ちゃいました。この辺かな。あ、福ちゃんごめんごめん。はい、メニカムを使ってるんですけども、メニカムのですね、エフェクト効果っていうボタンがあって、その中に、カメラを切り替えられるボタンがあるんですね。それで私の今映ってるこのちっちゃい方 の、 ピクチャーインピクチャーの方が一つのウェブカメラ でもう一つの方の福ちゃんを撮ってる方のカメラにもう一つ の、 ウェブカメラがくっついてるんですけども、それで、そのピクチャーインピクチャーを選ぶとこのように映すウェブカメラ、私が大きい方に映ることもできるんですけども、切り替えて使っているんですね。はい、これはユーストリームのプロデューサーっていうソフトではやっぱり同じようにピクチャーインピクチャーができたりとか、あとサイドバイサイドって言ってこう並びで見せられるような絵を作ることができるんですけども、この間デッサン中野さんにも伺ったんですけど、 Windows と、ユーストリームプロデューサーやっぱ相性が良くないっていうこともあったりとか、あとやっぱり私の住んでるオーストラリアっていうのは未だにやっぱ回線スピードが日本の10分の1ぐらいのスピードなんですね。なのでいろいろなソフトを使ってたりとか、あと、ウェブ自体がやっぱりすごく細いので、なかなかそのユーストリームプロデューサーみたいにいろいろなものを動かしながら使うのでやると落っこってしまうんですね。それで、私はユーストリームのブロードキャスターという、安定力のあるものに、その上にエフェクト効果が載せられるメニカムっていうのを使ってやってます。はい、今日はこれから空港です。はい、ちょっと字がちっちゃいから、あ、娘さんが大学に戻るのでと、iPhone からなので映像止まってるということで、はあ、iPhone だとやっぱり 3G とかだったりするとなかなかユーストリーム見るときに止まっちゃったりするらしいですね。 iPhone から見られるんですか今ね。はい、私もブロードキャスターって iPhone とか iPad から見れないっていうやつだったので、ユーストリームの方に、メールを出すんですね、いつね。それでライブ配信だけiPhone とかから見られるようにしてくださいっていうふうにお願いすると、ライブは見られるようになるみたいですね。はい、福ちゃん登場、にゃんこです、かわいいよっていうことで、ようやくおとなしいモードになったんですけど、本番が始まる前までもうすごい運動会みたいでしたからね、なかなか大変でした。ちょっとこちらのユーストリームの配信スタジオの方の方ですね、いろいろ配置替えなんかをしたのもあって、なかなか福ちゃんが落ち着かなかったりとかしたんですけどね、今ちょっと外の犬が気になってるみたいですね。はい、中野さん、あ、もうちょっとして、はい、福ちゃんだということで、ようやく福ちゃん来てくれましたね。今背中が見えてると思いますけどね、お腹がヒョウ柄で結構可愛いんですね、福ちゃんね。はい、福ちゃん可愛いですねということで、一瞬ちょっと落ち着くかなと思ったんですけど、ちょっと外のワンちゃんが気になるみたいですね。はい、ピクチャーインピクチャーの画面の位置反対の方がいいかもしれませんねと、清美さんの手が反対側から出てきてる。はい、いや本番前にね、中野さん、実はこのメニーカムってピクチャーインピクチャーが動かせるようになったんですよ。それがね、なぜかね、本番前にフリーズしちゃったんですね。それで再起動すれば治るかなと思いきや、治らないまんま今日はこんな風に配信をしています。確かにそうですよね、手が反対側からこう出てきますよね。はい、ありがとうございます。はい、丸くなって寝ちゃいました、おやすみなさい。しかしみんな猫好きですよねということでね、Facebook の中にも猫好きチームがねたくさんいますけれども、はいね、猫が出てくるとなんかこうほんわかと和やかな気分になりますね。今福ちゃん尻尾だけの出演になってますけれども、今日はなんとかなんとか、はい、福ちゃんのお披露目ができましてですね、ほっとしております。また福ちゃんのご機嫌のいい時はですね、福ちゃん専用スタジオの席がありますので、ね、福ちゃんをご登場させながらですね配信をしていこうかと思います。さて、それでは最後に、もう一度お知らせなんですけども、1月11日、時間が少し早いんですけれども、日本時間の20時から、22時までの2時間枠でですね、
はい、ソーシャルメディア世界どこでも TV スペシャルということでオンラインセミナー、いろいろな手法を ご紹介するオンラインセッションを、公開いたします。お申し込みの方はですね、現在 Facebook の方から受け付けているんですけども、今ご覧いただいておりますこちらのソーシャルメディア TV の方にチャンネルを合わせていただきますと、ご覧いただけるようになります。それで、Facebook の方では、このイベント機能を使いまして、今このオンラインセミナーのご案内をさせていただいているんですけども、 Facebook をお持ちの方は Facebook のソーシャルメディア TV というですねコミュニティページがあるんですけども、検索からソーシャルメディア TV とあの Facebook の中から探していただきますと、そちらのページに行きますけれども、そちらでですね1月11日のさまざまなセミナーに関してご案内をしておりますので、よろしければどうぞご覧くださいませ。さて最後はね、ちょっともう一つ、はい、こちらの方をご紹介してからお別れしようかなと思うんですけども、中野さんが最近ねシネユーストっていうすごい素敵なあの配信方法をやってらっしゃるんですけども、あの一眼レフのカメラとつないでですね、やって、なんかこう昭和のノスタルジックな感じの雰囲気の絵になるんですけども、実は私の持っているソフトの中にもなんちゃってシネユーストがあるんですねいいでしょこれで、あの古いあのビデオみたいな感じでこうなんかこうねちょっと傷が映ったりとかわざとするんですけども、でこれねいろいろ今ちょっとやってみてるんですけども、設定で明るさとかを変えられるのかな、そうするとちょっと赤みっぽい感じの色なんかも出そうな感じなんですよね。はい、ということでなんちゃってシネユーストということでですね、まあ、中野さんのやってらっしゃるようなああいう綺麗な赤っぽい色味にはならないんですけども、ちょっとセピアっぽい感じでね、気に入ってますね。はい、さてさて、それでは最後に皆様からの書き込みをご紹介してお別れしていきたいと思います。舞台裏の音がすごかったのを聞きましたよすごかったでしょ、パッとバッタねもう大変ですよ、スイッチ入っちゃってね。はい、もう終わりですか、残念ですね。ということでね、はい、あの中野さんね、私があのお休みをしていた間にずっとなんか9時台をキープしてあの、ね、配信をしてくださったんですよね。それで私ねつい最近実は気がついたんですけども、私がお休みをしていた間に、中野レッサー中野さんがなんか真っ赤い清美さんっていうテーマで配信をしてくださってたの、実はついこの間発見したんですね。それで、その配信を見てかなり涙が出ましたねすごい嬉しかったですね。それであの一度、まあ、中野さんなんかよくご存知だと思うんですけど、一度なんかずっと やり続けてることを、やらなくなってくると一日ずつだんだん体が重くなってくるんですよね。それでそんな風になっちゃって2ヶ月ぐらいユーストリームとかをやらなかった時にすっかりなんでしょうね、指がもうなんかあたふたしちゃうんですよね。だからやっぱりこれはもうやり続けるっていうのが一番あの上達の道なんだなって改めて思いましたね。はい、ありがとうございます。はい、わーおすごいということで、中野さんのシネユーストには全然かなわないんですけども、なんちゃってシネユーストでしょこれね。はい、ちょっとね色味が調整できるのかなということで、今あの調整ができるかボタンを今いじくってますけどもね。はい、チャップリンの映画みたいですねということでね、そうでしょう、なんかあのこれねカーテンも変えることができるんですけども、今日はちょっとわざとあのこうセピアっぽい色なんで青にしてるんですけども、カーテンを変えるとですねまたちょっと雰囲気が違ってくるんですよね。こんな感じにするとちょっと華やかなねカーテンになりますよね。はい、こんなのもありますね。はい、それから、はい、カメラかなりクリアですねということで、はい、あのね、カメラに関してはね中野さん、私も本当にいろいろ課題があって、それであの日本で、あのなんだろう、ハンディカム買ってきたんですね。それで、まあ、中野さんもこの間ちょっと対談の時にお話ししてくださったんですけども、パソコンからの配信じゃなくて、ビデオカメラから配信できるライブシェルっていうのを買ってきたんですね。それで、まあ、画質を頑張ろうと思ってるんですけども、今あの皆さんにご覧いただいているこのライブ放送っていうのはユーストリームのブロードキャスターというね、ものを使ってるんですけども、ブロードキャスターも実は最近バージョンアップしたんですね。それでバージョンアップしていいかと言ったら、多分日本の人にとってみたらいいと思うんですけども、その何でしょう、インターネットの波の状態に合わせて、今までだったら自分で手動でですねちょっと画質を落としたりだったりとか、音を落としたりとかして、あの
画面がスムーズに配信できるように自分で手動でできたんですけども、新しいバージョン の, あのユーストリームっていうのはそれが自動的になっちゃったんですね。だから新しい方のブロードキャスターで配信すると画質がちょっと落っこってしまうということをこの間発見しましてですね、はい、まだまだ試行錯誤が続くんですけども、もういよいよですね、私も Windows からMac にですね移行せざるを得ないというような時代を感じてますね。はい、今度日本に行った時に Mac を1台買ってこようと思ってるんですけども、もうやっぱり Windows でできる限界も多分あると思うし、あと日本だったら光通信とかで全然そのインターネットの速さとか全然問題ないと思うんですけども、オーストラリアそっちの方がチャレンジなんでね、日本のような速さには多分ならないというのがあるので、その速さが出ない中でどうやって画質を上げてい、くかっていうのがやっぱ今後の課題ですね。だからその辺は今度の1月11日のセミナーの日にもいろいろな何でしょうね、資料を見せながらやるんですけども、そこは結構チャレンジですよ。うん、字が細かいとやっぱり綺麗に皆さんの方にお届けできないし、あと、まあ、画面を共有するだけだと文字が滑れてしまったりとかするので、今いろんな手段を使ってまあ、セミナールームでやるのと同じ環境でね、皆様にセミナーをお届けできるように頑張っています。はい、私は何にも手伝わず申し訳ない子ですと。そんなことないですよ。もういつもあれですよね、皆さんの書き込みとかそれからフェイスブックでのやり取りっていうのが本当に私にとってみたらビタミン剤になっていて、本当にいつもいつも皆さんに助けられてますね。はい、体調頑張りましたねということでね、いや本当に2ヶ月ぐらいは本当に別の世界に行っちゃってましたからね。まあ家族が病気だったんですけども、今回ね本当に自分は健康で来ているから、病気になる人の気持ちっていうのが分かりづらなかったんですけども、自分の本当に大切な家族が病気になることによって自分が病気になる以上に辛い体験だったんですけども、いやでも必然的だったと思いますね。あの期間がなければ多分今のようなまた元気な気持ちにはなってないと思うんですけども、皆さん本当にどうかねご自愛くださいね。お金があったりとか自由があったりとか、どんなにいろんなものがきっと手に入っても健康じゃなかったら多分全然幸せじゃないと思いますよね。はい、ということで今日もつれづれにお送りしてしまいましたけれども、はい、今日はユーストリームってやっぱり楽しいねということでね、まあ、去年からのいろいろな体験を振り返りながら、一人喋りをしてみました。さて明日はですね、ちょっと真面目にお送りしていきたいと思うんですけども、1月11日の、講座に向けて、今回の1月11日の講座っていうのはすごく 初級バージョン向けなんですけれども、ソーシャルメディアのいろいろなですね、特性を明日はじっくりと解説していきたいと思います。はい、今日もたくさんのですねレギュラーさんにお越しいただきました。ありがとうございました。今年はなんとか毎日配信しようっていうのが一つの目標になりましたのでまた明日も、日本時間の11時にお目にかかりたいと思います。それでは皆さんありがとうございました。おやすみなさい。